さあ、ではこれから布をかぶせるんですけどね、布が魚に密着するように、障子を張るときに使う糊、これを水で薄めて、それをハケで魚の皮膚全体に塗ります。結構このね、皮膚がすごい鱗なんですよ。ゴツゴツ。ここにね、目のところにはつけないように、こんな感じで、今日ね、斜め上から見た構図にしますので、向こう側には糊は塗らない。ね、こっち側。ここに羽がつき、後からつきますからね。一度本体を魚拓して、布を剥がして、アイロンをかけ、それから左側の胸びれを魚拓します。はい、これは海水魚、カサゴメのセミホウボウ科の魚なんですね。大陸棚の砂、泥っぽい底の方をゆっくりと泳ぎます。この胸びれが広げるととても綺麗な魚なんです。まあ、これは泳ぐ時に空中あるいは水中を飛ぶように泳げる、まあ、そういった飛行機の羽みたいな役目、それから外敵に捕食される時にこのヒレを広げて威嚇する、まあ、そういう目的もある面白い魚ですね。はい、この魚を、これから魚拓をする予定です。魚拓する前に本体から胸びれ、右側、左側、これを外しました。それから背びれ、各種、これも外しました。で、最初に本体を魚拓して、一度布を剥がして、それから新たに、左側のヒレ、右側のヒレと、逐次魚拓していく予定です。大変、羽が綺麗な色なんですね。まあ、死んでしまうと色がこのように黒くなっちゃいますけど、魚拓では生きていた時の綺麗な色で仕上げて、命再び、この魚に与えたいと思います。で、逐次この魚拓の工程は動画で、皆様方にご覧いただく予定です。はい、よろしくお願いいたします。さあ、糊を塗りましたから、今回はね、薄いポリエステルの布を使います。静かに布を引っ張らないようにね、かぶせます。はい、そうしたらば布が魚の皮膚に密着するように、これね、スポンジです。パフって言うんですけどね。まあ、これでこう押します。ほら。ね、密着してるでしょ？だいたい魚のね、体の高いところからやります。それによって、シワがね、出にくくなります。最初に高い部分、それから空気を押し出すように下の方に向けて、その時にこすったりね、コロコロっとしないで、垂直に上から下へという感じで押します。ほら、はっきり出てますね。今ね、これは水で薄めた糊ですから、布がこれで湿ってますね。で、今日私が使う予定のインクというのは、
お手製のね油性インクなんですよ。でインターネットを通じて、あるいはここへ習いに来た生徒さんに販売もしてて、ドラゴンインクセットって言うんですけどね、10色あります。10色あってね、すごくいいですよ。大日本印刷さんの子会社大日本インキ、そこのね世界最高のインキ、それを原料としてます。ですから発色いいですし、長持ちするし、赤でもなかなか消えないんですよ。はい、この辺はどうしてもシワが出ちゃいますね。まあ後で修正するようにしましょう。はい、このくらい丁寧にやったらいいですね。どらどら。今、薄い茶色を打ってます。次には切り離した背びれを所定の位置に置いて布をかぶせて、そのひれを除濁していきます。はい、ひれにも丁寧に糊を塗って密着させるようにしましょう。こういう感じですね。はい、それで胴体へのインク、薄茶の上に茶色、これでコントラストをつけてます。クリームの上に2番目のベーシックカラーとしてピンク、これを打っています。あんまり目立たないようにね、この上に茶色を塗って、濃い茶色で仕上げる。まあ、基本的に茶色っぽい、と白を混ぜた色、クリーム色、これを体全体と尻尾に色付けが終わりました。胴体なんかね、広いところは大きめのタンポの方が効率的なんですけどね、尻尾とか、まあ、細かい部分はこういったちっちゃなタンポ、これでこう押しますと、ね、この骨の部分、膜の部分が皮が魚からはみ出ないように、こういったテンプレート、これを魚の外形に合わせてあらかじめ用意しておくと、初心者の方にも、インクを湿らせました。たくさんつきすぎているインクをわらばんしの上に少し吸い取ります。そうしておかないとね、ポタポタとしたらね、はい、でこれは中が綿、外側が絹です。で用紙の先に刺して輪ゴムで留めてあります。これが筆代わりになるんですね。それで軽くですよ、同じところを40回ぐらい打つ気持ち、トン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 とはいかないね、もらなっちゃうんです。スムースな余濁を作るためには軽く押す力は変えずに、同じところを40回打ったらば、タンポの大きさね、約まあ2センチぐらいをシフト動かして、また40回、この繰り返しなんですよ。根気入れますよ。でもね、それが大切なんです。余濁は早ければいいってもんじゃないんです。焦らないで、のんびりやる趣味です。ね、
ほら、こういう感じでインクがついていきます。基本的には頭から尻尾の方向にタンポを動かします。なぜかというと魚の鱗っていうのがありますね。こっちがこうやっていくと鱗の先端にインクがついちゃって、鱗が先端の方が濃く強い感じになっちゃうんです。ですから自然ナチュラルな感じにやるには、タンポにつけたインクを自動に移すときはこう頭から尻尾の方向に行きましょうね。セミホウボウの本体の色は基本的に赤系、ちょっと茶色入りますけどね。はい、セミホウボウのヒレを目指しました。前の方にあるこれね、これは力翼っていうんですけどね、2本あるのが特徴です。ホウボウはないですね。はい、それからこれが第一背びれです。その後ろに短い短脚というのがあります。その後ろ、こちらが第二背びれになります。あとは、まあ、尻尾ですね。じゃあ胸びれに糊を塗りましょうね。これにね、ムラがないようにきれいに、はい、そしたらばこれをかぶせます。胸びれを貼りましたね。空気を押し出してシワを作らないようにしましょう。下地の色として黄色を打ちます。それからね、黄土色ですとかグリーン、濃いグリーン、ブルー、まあそういう感じでヒレを感じです。ビュン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 バー、こんな感じでヒレしました。見えますか。これでヒレで終わりです。あとはね、目、それからちょっとね、うん、あとお腹に、はい、なんとかセミホウボウの本体、ヒレ、胸びれ、右左に色をつけました。あとはね、これ剥がして目をね、後で描きます。ました。ではこれから、このセミホウボウの目を描こうと思います。今回は構図的には斜め上から見ているという想定ですので、この目はあまり上を向かないで少し、前方手前に見て、そういう感じで仕上げたいと思います。目は当て紙を貼っておいたためにインクがついてないですね。ですのでこのインクのついてないブランクのところに細い筆で目を描きます。やはり油性のドラゴンインクを使います。薄い色から順に、加えていきます。はい、
ではその目を描く工程をこれから撮影いたします。カメラマンさんよろしくお願いします。音声さん、ライトの方も大丈夫ですか。はい、ではよろしくお願いします。黄色からいきましょう。このね、セミホウボウの目って黒目が本当に真っ黒でね、綺麗な色してますよ。オレンジ色をこの黒目の周りを際立たせるようにして、必ずね、筆は立てて使うようにしてください。こう寝かさないでね、立てて細く一度に触ってやらないで、少しずつ少しずつです。周りを少しね、グラデーションでぼかす感じがいいでしょうね。魚拓にとって最後に目を描き入れるという時はね、魚と声に出さなくてもいいですから対話するんですよ。セミホウボウ生きてる時、どんなものを最後に見たのかなと。いや、いよいよ今度これ黒です。実際にね、魚の目ってまん丸ではない場合があります。ちょっとおむすびっぽくね、なってたりね。このセミホウボウもこっちの方がちょっと細いんですよね。グラデーションで少し それでは最後までセミホウボウ唐揚げ宅フルバージョンをご覧いただき誠にありがとうございました。これをもちまして、メモ書きましたし完了でございます。今度はね、この布に、ちょっと違ったホウボウ、これを魚拓します。セミホウボウはこうやってね、歩かないんですけど飛ぶんですよ、水中をね、スイスイと。ホウボウはね、足みたいなこう触覚みたいなのがあって、餌を探しながら海の底をよちよち歩くんですね。かわいいですよ。ですからセミホウボウとホウボウ、これを1枚の魚拓に仕上げる予定です。皆さんにお披露目できるとき